マイコラ・レオントービッチは、ウクライナの作曲家、合唱指揮者、協会音楽、民謡の編曲を、主としたアカペラ合唱音楽を専門に活動した。英語圏でよく知られ、よく演奏される、クリスマスソングのキャロル・オブザベルは、彼が、ウクライナ民謡のシュチェドルイックを、合唱用に編曲、紹介した曲に、英語で原曲と異なる歌詞をつけたものである。この曲に限らず、 彼の音楽は今日でも、ウクライナとウクライナ系の人々の間で、よく演奏されている。1921年に、ソビエト連邦のスパイに暗殺され、ウクライナ独立正教会の殉教者としてもなお、連ねている。彼の手による、作曲、編曲は存命中から、ロシア帝国のウクライナ周辺で、プロ、アマチュアを問わず流行していた。西ヨーロッパに、 彼の音楽が紹介されると、フランスで、ウクライナのバッハと呼ばれるようになった。レオントービッチュは、ロシア帝国の支配下にあったウクライナ、ポジーリ県のセレベインツに近いモナスティロクで、父親、祖父、祖祖父の三代にわたり村の司祭をしている家系に、生まれ育った。彼の父親のドミトリー・フェオファノビッチ・レオントービッチュは、学校で合唱を指揮しており、歌だけではなく、チェロ、コントラバス、 ハーモニウム、バイオリン、ギターなど多くの楽器を演奏することができた。その父親と歌手をしていた母マリア・ヨシホブナ・レオン・トービッチから音楽の手ほどきを受けた。兄弟たちも音楽の道に進んだ。弟はプロの歌手となり、妹のマリアはオデッサで音楽を学び、オレーナはキエフ音楽院でピアノを学び、ビクトリアはいくつもの楽器を演奏した。 1879年の夏頃、バール地区のバール郊外、シェルシュニ村にできた新しい教区に移り、そこで子供時代を過ごした。1887年にネムイーリブのギムナジウムに入学した。しかし1年後に父親が経済的理由から全額の援助を受けることができたシャールホロドの宗教学校に転校させた。レオントービッチはそこで歌を習得し、 難解な宗教的合唱曲を読みこなすようになった。ポジーリの神学校1865年1892年から、彼の父親と祖父も通ったカームやネツポジーリシクイの神学校で学び始めた。弟のオレクサンドルも同じ学校に入学し、彼の2年後に卒業している。そこにいる間レオントービッチュはバイオリン練習に励み、また、 様々な楽器の演奏方法を身につけた。校内の聖歌隊に所属し、3年時の時に創設されたオーケストラにも所属して卒業までバイオリンを演奏し続けた。在学中に聖歌隊の指揮者が亡くなり、学校側はレオントービッチュに合唱団の指揮を引き継ぐよう依頼した。聖歌隊の指揮者となった彼はそれまでの伝統的な教会音楽のレパートリーに、 世俗音楽を追加した。その中には、ミコラリセンコ、ポルフィリデ・デムツキー、そして彼自身がアレンジした、ウクライナの民謡も含んでいた。1899年に神学校を卒業すると、父や祖父と異なり音楽教師となった。レオントービッチュ、妻、娘と共に、当時のウクライナでは、音楽の職では、安定した収入を得ることができず、レオントービッチュは、 職を転々とした。継続した収入を得るため、卒業後の数年間は、キエフ、エカテリノスラフ県、ポジーリャ県で働いていた。卒業して、最初に就いた職は、チュキフ村の高校での音楽と数学の教師だった。この頃彼は、ウクライナの民謡の転写と編曲を行い、ポジーリャからの最初の曲集を出版し、次の曲集に取り掛かり始めた。学生たちには、 聖歌隊で歌い、オーケストラで演奏することを勧めた。後に、キエフ音楽院の教授となってからこの頃のことを、私が村の学校でオーケストラを編成した方法という本に記している。学校側と幾度も衝突した後に、大陸にある進学大学で、教会音楽とカリグラフィーの教師の職に就いた。彼は、大学の生歌隊の活動だけではなく、 アマチュアのオーケストラを組織し、頻繁に大学内のイベントで演奏活動を行った。そこでも通常神学校で歌われる伝統的な宗教曲のレパートリーに、ミコラ、リセンコや自身による編曲の民謡、あるいは自分のオリジナル曲を加えて演奏した。そのうち一つは、タラスシェフチェンコの詩、我が名星をもとに作曲したものだった。この時期に出会った、 ボルイーニの女性、クローディア・フェロポンティブナ・ゾフテビッチと1902年3月22日に結婚した。1903年に娘がリーナが生まれ、後に次女、イエウヘニアが生まれた。レオントービッチが1903年と1904年に在籍したレニングラードアカデミーロシア合唱団レオントービッチは、経済的な困難から神学校で教鞭を取るために、 ビーンヌイズ屋に移住することを受け入れた。彼はそこで再び合唱団を作り、また後にコンサートバンドも作り、世俗的な音楽と教会音楽の両方を演奏した。1903年には彼の2作目となる2作目のポジーラからの歌集を出版し、ミコラ、リセンコに捧げた。1903年と1904年の神学校の休暇中に、 サンクトペテルブルクを訪れ、サンクトペテルブルク国立アカデミックカペラ合唱団が開催したマクシム・ベレゾフスキー、ドミトリー・ボルトニャンスキー、ミハイル・グリーンからによる講義を受講した。そこでは、当時有名だったセミオン・バルモーティンの音楽理論、火星、ポリフォニーの講義とオープ・ザレフスキーによる合唱の講義も受けた。それを経て、1904年4月22日に、 教会での合唱揮者の資格を取得した。マイコラ・レオントービッチュ肖像写真大学でも学校側と衝突して再び休職をしており、1904年の春にポジーラを離れてウクライナ東部のドンバスに移り、鉄道労働者の子供たちのための学校で声楽と気学の教師となった。1905年のロシア第一革命の間、集会で歌を披露する。 合唱団を組織し、そこで演奏した曲には、ウクライナ、ユダヤ、アルメニア、ロシア、ポーランドの民謡からの編曲を含んでいた。この活動が自治体で注目を集め、1908年に生まれ故郷のポジリアのトゥーリチンに移る。トゥーリチンへ移る前後から、彼の作曲は、成熟に達し主要な作品を制作し始める。トゥーリチンでは、司祭の娘たちが通う、 トゥーリチン教区女子大学で声楽と気楽を教えた。そこで彼はミコラリセンコの弟子で合唱の専門家のキリーロステテンコに出会う。ステテンコは当時村の司祭であり、村の近所に住んでいた。二人は生涯の友となり、その関係はレオントービッチュの音楽にも影響を与えた。ステテンコはレオントービッチュの音楽の最初の批評者であり、レオントービッチュは ポジーリャ出身の有名な音楽家です。彼は多くの民謡を記録し、混声合唱に調和するよう編曲しました。その調和から、彼が優れた合唱の専門家であり、優れた理論研究家でもあることが明らかですと記している。また、合唱団で演奏する曲目に、ウクライナの作曲家、ミコラリセンコ、キリーロステツェンコに加えて、ミハイル・グリンカ、アレクセイ・ベルストフスキー、 ピョートルチャイコフスキーなどのより有名な音楽に移行していった。1909年から音楽理論を学ぶため、ボレスラフやボルスキーに支持した。そのために、以後12年間定期的に、モスクワとキエフを訪れた。また、啓蒙を意味するプロスウイタ教会と深く関わるようになり、トゥーリチン地域での劇音楽を任されるようになった。この時期は、 彼のキャリアの中では最も多産な時期であり、有名な、スチェドルイック、オンドリが歌っている、母には一人娘がいた、小さな脱火奏者、ああ、星が昇るなどは、この時期の作品である。1914年に、ステテンコが、当時指導していたキエフ大学の学生合唱で、レオントービッチュの曲を演奏するよう、アレクサンドルコシツを説得した。 1916年12月26日に行ったシュチェドルイックの編曲の演奏は、キエフの大衆から大いに評価され、知識人たちのレオントービッチュへの関心を高めた。10月革命と1918年のウクライナ人民共和国建国の間、レオントービッチュは単身ウクライナの首都であったキエフに移り住み、作曲者、指揮者として活動した。いくつかの作品がプロ、 アマチュアのグループのレパートリーに加えられてで人気を博した。1919年の初めには家族もキエフに移り住んだ。またその頃からグリゴリー・アルチェフスキーと共にキエフ音楽院で合唱式を教え始め、さらにミコラリセンコ記念キエフ音楽学校でも教え始めた。彼はウクライナ国立公共楽団の主催者の一人であり、 ウクライナ共和国カペラが圧勝団の設立にも参加した。トゥーリチンにあるレオントービッチ記念日1919年8月31日からのアントーン・デニーキンによるキエフ支配の際にデニーキン軍はウクライナの知識階級を迫害した。レオントービッチのいた大学がボリシェビキによって閉鎖されたため彼は市内で最初の音楽学校を始めた。また、 ボリス・グリンチェンコのおとぎ話を元にした最初の主要な公共曲作品であるオペラ、ニーフのイースターに着手した。1921年1月22日から1月23日の夜、レオントービッチはチェーカーのアファナーシー・グリシェンコによって暗殺された。その日はロシア正教会のクリスマスを祝うため、両親の家を訪れていた。チェーカーは覆面をして現れて、 家に泊めるよう要求し、レオントービッチュと同じ部屋に滞在した。夜明け頃に家族を殺した後に、レオントービッチュを打ち、その数時間後に失血により死亡した。いくつかの事実から暗殺の理由は政治的動機と考えられている。ウクライナ独立に向けた、ウクライナ共和国カペラが圧勝団の設立や、その促進に関わったことにより、多くの敵を作っていた。 また、娘のガリーナが後に、レオントービッチは亡くなる直前に、コンサートの楽譜の中に、ルーマニアに脱出するための書類を持っていたと、回想している。コンサート後の沢会から戻った後、レオントービッチは誰かが彼の書類を見たと気づいていた。このことは、彼がソビエトを脱出しようとしていたことと、ソビエトの暗殺者によって殺された事実とともに、政治的理由での暗殺であることを示している。 レオントービッチュは自分自身に対して強く批判的で最初の電気作家によると彼は彼が作曲した合唱曲に満足できず何年間も誰にも見せずに遂行を重ねていたこともあった彼が2作目のポジリアの歌曲集を出版した後気が変わって満足できなくなってしまい出版した300部べてを自分で買い取って破棄してしまったまたは レオントービッチュは恥ずかしがり屋なところがある、と書いており、彼は名声を諦め、注目や広く広告されることを恐れた、と述べている。はさらに、レオントービッチュの音楽があまり知られることがなかった、理由として、彼の嫉妬や競争への恐れ、音楽社会から受け入れられないことへの恐れが挙げている。当時のカームやネセポジーリシクイ州立大学の音楽部長、リバースは、 レオントービッチュについて、彼と同時代の人たちは皆、彼を静かで穏やかな人と呼んだ。彼は国家の革命運動における積極的な指導者ではなく、それは1917年から1921年の間、ウクライナ共和国の非常に少数の闘あふれる人たちによるものだった。と書いている。また、政治的に静かではあったが、無関心でもない、とも記している。 レオントービッチュの友人だった。は、彼はいつでもユーモアに溢れていて、皆を涙が出るほど笑わせながら、彼は落ち着いて冷静だったと記憶を綴っている。レオントービッチュは、宗教色の強い環境で育った。彼の家系は代々村の司祭をしており、彼自身も、正教会の会員だった。カームヤネツポジーリシクイの神学校を卒業しており、彼が教えた生徒たちの多くは、 聖教会のキリスト教聖職者たちだった。彼は専門的な神学教育を受けていたこともあり、1918年に再設立されたウクライナ独立聖教会の設立、最小人の活動に補調を合わせていた。その時期の作品は、キリーロステツェンコやアレクサンドル個室に習った、新しい宗教音楽が豊富になった。この頃の作品として、キリストの復活、 褒めたたえ種の漁名を、ああ、神の栄光などがある。1919年5月22日に、キエフペチェール宿大衆動員で執り行われた、レオントービッチ作曲による天礼はウクライナにおける、天礼音楽における主要な節目となった。ウクライナで発行されたレオントービッチの、記念日ってレオントービッチの死の9日後、百二十一年二月一日に、キリスト教の伝統に習い、 多くの芸術家、教授、ミコラリセンコ記念キエフ音楽学校の生徒たちが彼のために集った。彼らはミコラレオントビッチ記念委員会を設立し、それが後にミコラレオントビッチ音楽協会となり、1928年までウクライナの音楽を宣伝した。ウクライナの著作家で、 ウクライナソビエト社会主義共和国の政治家だったパブロティキナはレオントービッチュの崇拝者であり、レオントービッチュの死について三文を残している。詩人のマクシム・リンスキーとマイコラ・バザンも彼に死を送っている。レオントービッチュの名前はレオントービッチ・バンドリスト・カペラなどの音楽団体やビーン・ヌイズや芸術文化大学などの教育機関の名前に付けられている。キエフを含むいくつかの町に 彼の名前を付けた通りが存在している。トゥーリチンには彼の記念博物館があり、1977年には彼が埋葬されたマルキフカ村にもう一つ別に博物館が設立されている。2002年、レオントービッチュ生誕125周年を記念して、カームヤネツポジーリシクイ氏は、マイコラ・レオントービッチュと現代教育科学と題して、ウクライナ教育科学賞。 作曲家連合及び多くの地方自治体からゲストを招いて全ウクライナ科学会議を開催した。レオントービッチュはアカペラ合唱音楽を専門としていた。彼の手による音楽作品は150を超える合唱曲を含んでおり、彼自身がそれらの作品によって認知されている。作品には民謡の編曲、天礼を含む宗教曲、カンタータ、 ウクライナの詩人による詩に合わせた合唱曲などを含んでいる。最もよく知られている彼の作品はシュチェドルイックとドゥダリクが挙げられる。彼はウクライナの神話とボリス・フリンチェンコの詩を元にしたオペラ・ニンフのイースターの制作に取り掛かっていた。1920年の終わりには第三幕まで制作していたがオペラが完成するよりも前に暗殺されてしまった。 オペラを完成させる試みが、ウクライナの作曲家、ムイハイロ・ベディキフスキーによって行われた。また、作曲家、ミロスラフ・スコリクト詩人のダイオーダー・ババアは、未完成のオペラの素材を使って一幕のオペレッタを制作した。これは、レオントービッチュ生誕100年の1977年に、ウクライナ国立歌劇場で公演された。また、2003年4月11日には、 トロントにて、アメリカ大陸での初演が行われた。レオントービッチュの音楽は、ウクライナクラシック音楽の父と言われるミコラ・リセンコの影響を強く受けている。レオントービッチュは、カームヤネツポジーリシクイの神学校の学生だった頃からリセンコを称賛していた。また、それ以降どこにいる時でも、リセンコの曲を演奏し続けた。曲中に繰り返し現れる4音からなる。 モチーフプレイレオントービッチュの作品の中で、シュチェドルイックは最もよく知られている。英語の歌詞をつけた、キャロル・オブ・ザ・ベルはクリスマスに歌われる曲としてさらに広く知られている。この曲は4音のオスティナートをモチーフとした作品であり、150以上の翻訳、編曲が存在する。ウクライナ語のシュチェドルイックでは、各小説でアクセントの変化により3、4拍子と録。 八拍子のヘミオラを用いていた。これは英語に翻訳されたものでは失われてしまっている。英語圏では1936年に出版されたピーター・ウィルハウスキーによる編曲が最もよく知られており、それ以外にも ML ホールマンによる1947年、1957年、1972年の編曲が知られている。この歌は映画やテレビで繰り返し使われてきた。 全米映画興行収入ランキングにランクインしたサンタクローズ、ホームアローン、ウィルビントン監督による人気映画エイクレーメーションクリスマスセレブレーションでは直接使用されておりドラマザ・オーシーのエピソードほとんどなかったクリスマカーではキャロル・オブ・ザ・ニャーッズというパロディ作品が使われている。ミサでは近代化されたバージョンのキャロル・オブ・ザ・ベルが演奏されておりウィーン少年合唱団など クラシック音楽のグループや、ケルティックウーマンのような伝統的な音楽グループ、ポップ音楽のシンガーやグループに至るまで、歌のスタイルやジャンルを超えて幅広く演奏されている。レオントービッチュは独自の様式を確立していた。多くの作品に、明確な模倣対違法の仕様と、印象主義的な火星が用いられている。彼は、自分の音楽が感覚。 特に視覚に強く訴えることを望んでおり、私はあなたがどの色を高音に、どの色を低音に当てはめているか興味がある。自分でもよく音と色の結びつきをどうするか考える。と述べている。彼の合唱曲は豊かなハーモニー、歌声による多声音楽、模倣を特徴としている。初期に言っていた民謡の編曲は主にメロディーを優先にするものだった。 作曲の経験を積むにつれ合唱の構造と民謡の編曲はより頻繁に歌詞と結びつくようになっていった。レオントービッチュによるウクライナの民謡の編曲は民謡の歌詞とメロディーの組み合わせをもとに芸術的に独立した合唱曲を数多く生み出している。彼はすべてのストルペを新しく異なるものにするウクライナのコブザールの即興演奏の伝統に習った。また、 所望する感情や肉体的感覚を得るためにハミングや歌手の声の音色の変動性を利用した。彼が作る曲の主なテーマは日常生活に関する合唱音楽であり、実際の行動や出来事を反映しているものが多く見られる。例えば、ああ、あの山を越えてでは、まずソロのテノールから始まり、徐々に合唱の他のパートを追加することで、 キャロリングに新しく歌手が加わった様子を反映している。その後、パートごとに歌う部分の入れ替えが始まり、華やかな大晦日の雰囲気を再現している。彼の自己批判的で恥ずかしがり屋の性格から、生前は、ほぼ、彼の音楽を自分自身に止めており、彼自身のコンサート中にのみ演奏されていた。レオントービッチを最初に評価したのは、友人であり、 権音楽家のキリーロステェンコだったステェンコは、レオントービッチュを、合唱と理論研究療法に優れた音楽家であると書いている。ステツンコは、キエフ音楽院でレオントービッチュの曲を演奏するよう、説得し、レオントービッチュが広く知られるきっかけを作った。シュチェドルイックのデビューに成功して、キエフの合唱音楽の専門家やファンの間で、レオントービッチュの人気が高まり、 キエフ音楽院のボレスラフ・ヤボルスキーも彼が新しく曲を作ると積極的に評価するようになった。また別のコンサートではミコラ・ボロニーの死にレオントービッチュの作曲したレヘンダが人気を博した。ミコラ・リセンコはレオントービッチュのポジーラからの第二の曲集を批評した。後に以下のように述べているレオントービッチュは独特の輝かしい才能を持っている。 彼の手による編曲に音節の分離と声の動きを見つけた。それは後に複雑に絡み合った音楽ネットワークとなっていった。レオントービッチュの音楽の人気が高まると、ウクライナ人民共和国の長だったシモン・ペトリューラが支援するようになった。ペトリューラは、ウクライナの認知と文化を促進するため、二つの合唱団を作って経済的に支援した。一つは、 キリーロステテェンコが率いて、ウクライナ全土の演奏ツアーを行った。また、アレクサンドル・個室が率いたウクライナ共和国カペラ、合唱団は、ヨーロッパとアメリカへのツアーを行った。その活動により、レオントービッチュは西側で知られるようになり、フランスでは、ウクライナのバッハという愛称で呼ばれるようになった。1921年10月5日、カペラは、 ニューヨークのカーネギーホールでシュチェドルイックを演奏した。1936年に NBC ラジオで働いていた民族的に、ウクライナのピーター・ウィルハウスキーがシュチェドルイックに独自の英語の歌詞を書き、それが後にキャロル・オブ・ザ・ベルとして知られるようになった。シュチェドルイックとキャロル・オブ・ザ・ベルを別にすると、レオントービッチュの音楽はほとんどが ウクライナ国内で演奏されており、彼の曲特化した録音もあまりない。しかし、ウクライナのディアスポラは、彼と彼の音楽をよく覚えており、例えば、カナダ、マニトバ州のウィニペグを中心に活動するアレクサンドルコシツガ首相団は、レオントービッチを含むウクライナの作曲家による曲を演奏し、録音も行っている。ありがとうございます。